さあ旭川も夜が更けまして、そんな時にやってきましたね、こちらシューマイ屋さんかな、つつみいいね。ちなみにオープン17時のクローズ24時です。これからここに行きたいと思います。たびたび TV チャンネル。紙タバコも OK です。喫煙席あり、おそういうのもいいよね。ボスはタバコは吸いませんけど。さあこういう素敵な雰囲気の店です。そこに、はい、個室に入れていただきました。ありがとうございました。え、何28、チームアダルトの皆さんです。どうも。さあお通し的なものが来て、もう張り切って食べてるけど、先に飲み放題を紹介します。飲み放題はこんな感じになっております。ちなみに我々一次会で飲みすぎて酔っ払っていますが、撮影させてもらってます。ありがとうございます。あ、自由の味だ、いいねこれね、キャッチコピー。ちなみに飲み物とかのメニューはこんな感じになっております。はい、ビール、ちなみに、はい、モルツ580円、スーパードライは680円です。そして、はい、食べるメニューはこんな感じ。この黄色い紙に書いてるのがさ、グッとくるじゃん。こんな感じです。ありがとうございます。そして包み手ごねシューマイはこんな感じ。おー、なるほど。はい、こんな感じです。いい店だね。ありがとうございます。おすすめメニューはこんな感じになっております。包みのフルーツゴロゴロサワーもこんな感じです。さらに今動画を見た人ラッキーです。7月28日に周年祭があります。何これ、マジで驚愕の23円ってマジ驚愕じゃんです。そんなテンション上がってる状態でメンバー紹介します。久しぶりに来たね、マミ君です。かんちゃんです。かんちゃんですね。はい、ゆうさんです。はい、そしてキュンです。そしてずっともやし食ってんじゃねえか。おいしいのこれ、すごいです。全部食べていいよ。そんな感じのこれね、おかわりって言ったらどうかわかんないんだけど、これは全部食っていてすごい量だった。ありがとうございます。何そのかわいい。やい、それでは乾杯です。乾杯、飲み会の天使が怒ってます。はい、そんな感じでみんな飲んでます。ありがとうございます。これ中華サラダ、ポテトサラダです。みんながね、なんか怖い話してるんで、ボスはもう勝手に食います。ポテトサラダ食います。落ちてる。中華サラダです。うん、両方うまいです。はい、乾杯。はい、でかでか、はい、でかでか、はい。え、持ってみる、マジ重いよ。最高です、最高です。冷たい。最近さ、あ、お年寄りでいただきます。おすごい、よう、激アツのシューマイやってまいりました。ありがとうございます。シューマイ、ポイントシューマイ、小籠包。うちの参加者みたいなこと言うじゃねえということで来ました、小籠包です。まずこの小籠包に、だってあのスープのあれでしょ、マリク行きますか。え、割らないで行くってことでしょ。それはやばいっすよ。来た、どんどん来る。うわー、美味しそう。はい、豪華です。あれがじゃ基本だ、行くよ。ああ、ダメだろ、エロいって。行って行って、エロエロ激アツ激アツ激アツ、やばいよね。うまい、うまい、うまい、やばい、やばい、もう私は落ち着かないでっていうことで、すごい美味しそうです。ありがとうございます。いや、これすげえよ、このシューマイうまそう。さすがシューマイ屋さん。いただきます。
もう大丈夫だって。いや、躊躇しないで。大丈夫、一気にほら、ほら無理よね、無理よ、ほら無理。あ、文句言ってマミ君に。ってことです。以上です。おう、このしらす食べていい？いや、うまそう、これ牡蠣うまそうだけど、しらす食うって言ってから食うよ。あ、これもちょっとさっき言うやつ。激熱よ。熱っす。あー、うまいかもね。あー、そっちの方がいいよ、噛んでいいことやってる。あ、カメラ出していいよ。さすが飲み会の天使。無理ですね。エンジェル、しらすうまいよ。うまいです。ありがとうございます。大葉がいい。美味しい。早くダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。あ、じゃあボス、あ、ボス冷ませのバレたんで来ます。カキカキカキ。どうした？カキ落ちた。大事なカキが落ちた。そんなんじゃ夫婦足りないよ。おいしいです。おいしいよね。おいしい。それラム？皆さんお忘れだと思うんですけど、ここシューマイ酒場なんですよ。包み。ラムのシューマイです。最高です。私しか頼んでません。なんで怒ってんだよ。なんで肉じゃけんでしょ。この音出てきた。な、見せるためにな。あ、いいね。めっちゃうまい。ラムめっちゃラム風味。これで絶対食うべきです。隣にずっと待ってるチューさんも行きます。エビ。うまいでーす。熱そう。エビちゃんとシューマイのコラボレーション。マップを伸ばすの。何あ、今。わ、普通伸ばすぞ。あ、お前長州こいつか。最高です。分かったのすごいね。で、じゃあみんな食べていこう。これ食べよう。おう、さあ、ということでシューマイ普通に食います。なんか、タレかける。あ、じゃあこれにしよう。これに、あ、じゃあこれに、あ、じゃあこれに、うん、うまい。酢とラー油にする。あ、いいよ、酢と入れすぎた。え、酢とラー油だけなの。酢とラー油だけ。どう？なるほど。うまい。すごい、なんか酢とラー油絶対うまいと。酢ラー油。あっ、うまっ。うまい。酢ラー油いいよね、あれで。酢いいよ。あら、みんなシューマイ食いまくってます。ありがとうございます。酢ラー油。酢ラー油入れて。酢ラー油いただきます。酢ラー油辛いから許してる。これすごいわ。熱かった。はい、熱かったです。以上で、あ、辛いです。マミ君の罠です。ありがとうございます。お、私もう食べ終わったサラダです。お、盛り上がってます。あ、サラダと思ったらしいのは餃子です。行ってみましょう。これ1個なのよ。5個で、2個、それ2個でしょ。これ1個なのよ、ほら、つまりこれを食べます。あれがいい。それ羽根。あ、いけんだ、いけんだ。出た。いけなかった。いけませんでした。おいしく。さあ、ということで最後です。乾杯。イエイ。みんなでかい。じゃあ感想お願いします。うまい。この店はマジでうまい。冷たい。マジで普通に来てね。ここまた来たい、また来たい。今日二次会だったけど、ぜひ次回は一次会でみんなに食べてもらいたいと思います。シューマイ、うまさ。ということで今日はね、餃子食ってきたね。うまかったな。うまかった。めっちゃシューマイもうまかったっす。あ、あれシューマイやか。はい、シューマイが最高。餃子もシューマイうまかったっす。みんなシューマイぜひ食いに行ってもらいたいなと思います。なんせね、飲み放題で、もう、ろれつが回ってないんだけどね。あの、最高だなというふうに思っております。
動画になるか分かりませんけど、なってる、今なってると信じて喋っております。美味しかったよ。あとなんだっけ、包み屋。あれ、包み屋。ということで、みんな元気ですか？元気でーす。みんな、飲みました？ドーナツ買おう、ドーナツ買おう。もう来ることばっかりよ、この人。まあ、ということで、行かれた人いるけど、今日はこのぐらいで終わりたいと思いまーす。ということで、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。では、さようなら。今日寝れんだろうか。さようなら。